先日あの、えーと、愛知県の,あの市長が問題発言というかああ南京ね、<え>あれは私は河村君の言うことは正しいと思いますね。それはね、うんどういうのかな、いろんな問題があるんだけどね、昔、本田勝一っていうバーがいたんだよ、朝日新聞の。結局、彼は,彼は最後に修正したけどね、あんなね北京、南京の占領の間だけ40万の人を殺すわけがない。しかもねねあの時、ね 陥落した2日後か3日後にね。大谷総一と石川達夫と林文子っていう、こういうね。代表的に日本のね、要するにね、なんとか指揮者がね、報道範囲で入ってんですよ。まあ、林さんはね、私はあんまり、そう、親しくなかった。すれ違いであの人も亡くなっちゃったんだけども。石川達夫って、どっちかと反対性的な人でしょ大谷総一だって、非常にね、シビアなね、評論家でした。この人たちが聞いたらね。死体はあったけどね。まあね、大和つむような死体は見たことないと。 あれは経験な話だなと言ってました彼らの滞在中もねでね本田軍はだねなんか甲州湾に上陸してからね南京に攻め込むまで40万要するにそのね品川で被害が出たっていうけどこれもちょっと数字として前そばなんだけど少なくともね日本軍がねあれだけのしか装備しかない日本軍がだねまあ相手も要するになんか敗山兵というか敗れた。 残った連中だからねそ無抵抗にしかかったろうけどもそれにしたってあれだけの装備でねあれだけの期間にですね40万の人なんて構成国絶対ない物理的にそれだけ発揮しておきたいのただそれはねああいうその戦争のどさくさですからねやっぱりねその無げな人を殺した数字もなかった子だあったかもしれない。しかしか、ね、それをもってね その大虐殺というその,その裏地に40万と吸い出されるのはこれは本当に私は侵害だと思うし違うと思いますねこさんざん我れは我ら検証してきたんだから、まあ、川村ってのはまあね私と後輩で粗暴な男だからね何の根拠があってそう言ったか知らんけどね私はねそれについてだけは彼を弁護したいね。